第23話、ついに帰ってきたパーツらしいな、ヘキル。ちょっとプレイン、全然探知機の反応がないじゃない。もう1週間経ってるよ。いやそろそろだと思うんですけどね。もうライブまで数日だっていうのに、このまま現実世界に帰れなかったら、どうしよう。あ、そうなったらアンドロイドに全てを任せましょう。ライブタイトルの R の意味というのは、実はロボットの R なんですっていうことにすれば、まだギリギリごまかせるかもしれません。そんなの嫌。久々のライブなんだから私が出たいよ。まあ、しかし今こう闇雲に動いてもしょうがないので、まあ、ここは辛抱強く待ちましょう。まだもう少しですが、時間はありますので。急がば回れってことね。でまず探知機の反応を待ちつつ、何かライブに関わる新しい情報などがあれば、視聴者の皆さんにお伝えするのはどうでしょう。うん、そうしよう。こちらがオフィシャルグッズのラインナップですか。はい、そうなります。ぜひぜひこのあたりお話お伺いしていきたいです。うん、はいはい。今回このヘキルシーナライブスターティングレジェンド 2022R のグッズなんですけれども、いろいろこだわりを持って作りました。おお、こだわりポイントです。ぜひぜひ使ってください。はい、まず、T シャツ、これはもう定番なんですけども、今回この R がついているということで、疾走感を出すための素敵なデザインになりました。後ろにはバンと417というナンバーがドドーンって書かれています。かっこいいですね。そうなんです。でちゃんとこれクラブミクサーとも書いてあって、そうだ、始まりのこの 2022R スターティングレジェンド 2022R の、まさにこの始まりの瞬間っていうのを体験していただくというか、一緒に感じていただくための T シャツとなっております。かっこいいですね。このこう右斜め上にプンってきてる感じがこう勢いを感じますね。賑やがりですね。賑やがり、とてもいいです。いいですね。はい。ちなみにあれですか、勝ち負けはあるのか。勝ち負けは残念ながらないんですよ。そうなんですね。いや、レッケラーメンといえば勝ち負けなんで、勝ち負けね、ネクタイみたいなもんですから、あれを締めるって気持ちが引き締まるんですよ。いやそしたらもうこの T シャツを切ってもらって、なるほどなるほど、作っていただくしかないかもしれないですね。よし、頑張ります。何を頑張るんだ君は。ぜひこの T シャツ私も購入させていただきます。サイズ展開も、はい、3つあるんですね。 ML、XL。 あ、そうですね、ML、XL とありますので、 XL は多分殿方向きなのかなという感じですね。ぜひ皆さんに着ていただければなと思います。はい。そして続きまして、久々にブロマイドを出します。お、ブロマイドですか。はい、なんかブロマイドって言い方がなんかね、ちょっと恥ずかしいですけど。いやいやいや、とってもいいと思います。ブロマイド、いいじゃないですか。いいですか。いいと思いますよ。3枚セットなんですね。3枚セット、うん、になっています。で私あんまりこう柄の洋服とかも着ないんですけれども、今回はお帽子も含めてちょっと今まで着た感じじゃないものを着ているので、それも見ていただけると嬉しいです。4月になってだんだんこう春の陽気になってきて、気持ちもこう上がってくる、なんかこう明るい感じが出て、うん、とってもいいですね。そう、なんかちょっと春らしい感じにしていただいたので、これを見てなんか元気になっていただけたらいいなと思います。ちなみに真ん中のお写真、はい、これは何を読まれている。なんか英語で全部文字が書かれてて、なるほどなるほど、パラパラっと見た感じではずっと外国の女の子が家でケーキを焼いているっていう話でした。なるほど、なるほど。いや、なんかケーキをずっと作ってました。なるほど、っていうことなんですね。はい、はい、かわいい本でしたね。すごく気になったんで、聞けてよかった。あ、本当によかったです。そして、今回初めて作るのが、はい、アクリルキーホルダーのできるバージョンというのがありまして、はいはいはい、これ私自身がキーホルダーっていうのは今回初めてですね。あ、そうなんですね。今までやったことないので、うんうんうん、ちょっとこれはドキドキかなと
それを持っていただける方がいるのかどうかっていう、いろんなところにこれはキーホルダーなんてつけれるね。つけるかなみんな。いや自分もつけますよもちろん。本当に？はい、つけます。それで会社行くんだよ。あ、会社行きます。え、絶対約束だよ。はい、約束大好きなんで。本当？はい。じゃあ絶対つけてってね。はい。これサイズはどんな感じなんですか？ね、15センチの45だからどうなるの？どんな感じだろう？12センチ、11センチ、12センチぐらいの高さ。うん。そんなにすごい。まああれですかね、スマホよりちょっと小さいぐらい。そうですね。はい。そこまでスマホほどは大きくないですね。じゃあもうさらっとつけやすい。つけやすいかどうかは別だけど、みんな勇気を持ってつけてくださいっていう感じかな。もう一個あるんですか、これは。あ、そしてね、これがまた、これ私も大好きなんですけど、はいはいはい、ヘキコがコロナを撃退してる、コロナ撃退ヘキコバージョン。おお、これはコロナなんだよね。そうそうそう、すごい。あの剣を持ってコロナをやっつけてるヘキコを作りたかったので作っていただいちゃいました。すごいですね、2体両方同時に撤回してるわけですね。もっといっぱいね。もっといっぱい、もっといっぱい。でもね、コロナのこのイラストもちょっと可愛くしてもらったりとかして、あの例えば小さいお子さんとかがご覧になっても怖くない絵になっていると思うので、ぜひ可愛がってもらえればなと思っております。これちなみに剣でトントンってこう倒した感じ。トントン、ダメだぞって感じ。そうね、もうバッタバッタとっていって感じでしたね。なるほどなるほど。その後のこの笑顔、うん、そう、撃退して近づけませんよって。なるほど、そこも満足感。そうね、やってる感ありますね、ヘキとね。こちらのコロナ撃退バージョンは先ほどよりちょっと小さめっていうことですね。そうですね、こっちの方がちょこっとだけちっちゃいです。うん、75×75 なので、はい、この2つの VLT ホルダーをぜひ見に来ていただいてと。そうですね、はい、ぜひたくさんこう使っていただければなと思います。楽しみにしていてください。はい、楽しみにしていてください。世界転生したらしいな、ヘキル。みんな、シエナヘキル2年半ぶりの新曲青空ハイウェイのリリースが決定したよ。満を持して解き放たれる女神のフリー、新曲なんて聞いたらライブも行きたくなっちゃいますね。そんなプレイに同行、シエナの日にワンマンライブを開催するの。ワンマンライブまで、グッズはもちろんあれですよね。なわけあるか。みんなでルールを守って楽しんじゃおう。マスクを忘れずにね。詳しくは概要欄から確認しろってこら。世界転生したらしいな、ヘキル。お、ついに探知機が反応し始めましたよ。え、来た。はい、パーツを捉えました。具現化させます。はぁ、ではアイスもつけてほしいんですけど。いいよ。ありがとうございます。せいや。あー、やったよブレイン。最後のパーツ現れたよ。ほら見て見てブレイン、パーツも全て落ち着いて、こぶしも元の姿に戻ったよ。いや、やりましたね、ヘキルさん。これで、あとは。ん？あれ？そういえば、すべてのパーツを集めてからは、どうすればいいんだっけ？ヘキルさん、今まで黙っていましたが、現実世界に帰るためには、パーツを集める以外、最後にもう一つ、やらなければいけないことがあるんです。ん？何よ、ブレイン。持ってつけちゃって。
そういうことは早く言ってね。で、私は何をやればいいの？こっちの世界に来てからいろんなことしてきたから、今更何やってもおじけついたりしないわよ。いえ、ミケルさん、最後にやらないといけないことはミケルさんではなく私がやらないといけないことなんです。ブレインがやらないといけないこと？はい、概念となった私たちがこの世界で存在していられるのはマザーコンピューターである私の力で無理やりハリソメの体に存在を定着させているからということはテキルさんもご存知ですね。だから元に戻るための体を探してたんでしょう。その通りです。つまり逆に現実世界に帰るためにもこの世界から脱出するためにも私の全知全能の力マザーコンピューターの英知が必要になる。ってことは、つまりブレインは何をするの？テキルさんとはここでお別れです。これまでありがとうございました。晴れ渡る空の下、別れを告げて振り向かず進み出す。次回異世界転生したらしいなヘキル最終話ご期待ください。青空ハイウェイ。この番組はグッドボタンとチャンネル登録をお待ちしております。